創世記第30章。ラケルは自分がヤコブに子を産まないのを知ったとき、姉を妬んでヤコブに言った。私に子供をください。さもないと私は死にます。ヤコブはラケルに向かい怒って言った。あなたの胎に子供を宿らせないのは神です。私が神に変わることができようか。ラケルは言った。私の使い目ビルハがいます。彼女のところにお入りなさい。彼女が子を産んで私の膝に置きます。そうすれば私もまた彼女によって子を持つでしょう。ラケルは使い目ビルハを彼に与えて妻とさせたので、ヤコブは彼女のところに入った。ビルハは身をもってヤコブに子を産んだ。そこでラケルは、神は私の訴えに答え、また私の声を聞いて私に子を賜ったと言って、名をダンと名付けた。ラケルの使い目ビルハはまた身をもって第二の子をヤコブに産んだ。そこでラケルは、私は激しい争いで姉と争って勝ったと言って、名をナフタリと名付けた。さてレアは自分が子を産むことのやんだのを見たとき、使い目ジルパを取り妻としてヤコブに与えた。レアの使い目ジルパはヤコブに子を産んだ。そこでレアは、幸運が来たと言って、名をガドと名付けた。レアの使い目ジルパは第二の子をヤコブに産んだ。そこでレアは、私は幸せです、娘たちは私を幸せなものと言うでしょうと言って、名をアセルと名付けた。さてルベンは麦刈りの日に野に出て、野で恋なすびを見つけ、それを母レアのもとに持ってきた。ラケルはレアに言った。あなたのこの恋なすびをどうぞ私にください。レアはラケルに言った。あなたが私の夫を取ったのは小さなことでしょうか。その上、あなたはまた私のこの恋なすびをも取ろうとするのですか。ラケルは言った。それではあなたのこの恋なすびに変えて、今夜彼をあなたと共に寝させましょう。夕方になってヤコブが野から帰ってきたので、レアは彼を出迎えて言った。私のこの恋なすびを持って、私があなたを雇ったのですから、あなたは私のところに入らなければなりません。ヤコブはその夜レアと共に寝た。神はレアの願いを聞かれたので、彼女は身ごもって五番目の子をヤコブに産んだ。そこでレアは、私が使い目を夫に与えたから、神が私にその値を賜ったのですと言って、名をイッサカルと名付けた。レアはまた身ごもって六番目の子をヤコブに産んだ。そこでレアは、神は私に良い賜物を賜った。私は六人の子を夫に産んだから、今こそ彼は私と一緒に住むでしょうと言って、その名をゼブルンと名付けた。その後彼女は一人の娘を産んで、名をデナと名付けた。次に神はラケルを心に留められ、彼女の願いを聞き、その胎を開かれたので、彼女は身ごもって男の子を産み、神は私の恥をすすいでくださったと言って、名をヨセフと名付け、主が私になお一人の子を加えられるようにと言った。ラケルがヨセフを産んだ時、ヤコブはラバンに言った。私を去らせて、私のふるさと、私の国へ行かせてください。あなたに仕えていた私の妻子を私に与えて行かせてください。私があなたのために働いた骨折りはあなたがご存知です。ラバンは彼に言った。もしあなたの心にかなうなら、とどまってください。私は主があなたの家に私を恵まれる印を見ました。また言った。あなたの報酬を申し出てください。私はそれを払います。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕えたか、
またどのようにあなたの家畜を飼ったかはあなたがご存知です。私が来る前にはあなたの持っておられたものはわずかでしたが、増えて多くなりました。主は私の行くところどこでもあなたを恵まれました。しかしいつになったら私も自分の家をなすようになるでしょうか。彼は言った。何をあなたにあげようか。ヤコブは言った。何も私にくださるに及びません。もしあなたが私のためにこの一つのことをしてくださるなら、私は今一度あなたの群れを飼い守りましょう。私は今日あなたの群れを皆回ってみて、その中からすべてブチとマダラの羊およびすべて黒い子羊とヤギの中のマダラのものとブチのものと移しますが、これを私の報酬としましょう。後であなたが来てあなたの前で私の報酬を調べるとき、私の正しいことが証明されるでしょう。もしもヤギの中にブチのないものマダラでないものがあったり、子羊の中に黒くないものがあれば、それは皆私が盗んだものとなるでしょう。ラバンは言った。よろしい、あなたの言われる通りにしましょう。そこでラバンはその日親ヤギの島のあるものマダラのものすべて、メヤギのブチのものマダラのものすべて、白身を帯びているものまたすべて子羊の中の黒いものを移して子らの手に渡し、ヤコブとの間に三日地の隔たりを設けた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼った。ヤコブは箱柳とアメンドウと鈴掛けの木の生の枝を取り、皮を剥いでそれに白い筋を作り、枝の白いところを表し、皮を剥いだ枝を群れが来て水を飲む鉢、すなわち水舟の中に群れに向かわせておいた。群れは水を飲みに来た時にはらんだ。すなわち群れは枝の前ではらんで、島のあるものブチのものマダラのものを産んだ。ヤコブはその子羊を別に置いた。彼はまた群れの顔をラバンの群れの島のあるものとすべて黒いものとに向かわせた。そして自分の群れを別にまとめておいて、ラバンの群れには入れなかった。また群れの強いものが発情した時には、ヤコブは水舟の中にその群れの目の前に葉の枝を置いて、枝の間で孕ませた。けれども群れの弱いものの時にはそれを置かなかった。こうして弱いものはラバンのものとなり、強いものはヤコブのものとなったので、この人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷およびラクダ、ロバを持つようになった。